ふぅ、助かった。ああ、恩に生きるぞ。だが今のと似たような化け物が地下にもいるみてえでな。そっちの方も頼まれてくれるか。それと実はな、真田の姿をここで見かけたよ。どうやら地下へ向かったようだ。こんな状況で呼び止めることもできなかったが、あの化け物どもを追っていったらしい。今のあいつには俺なんかよりお前さんたちの方が必要だ。行ってやってくれ。よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金か？って、冗談だよ、冗談。ところで調子はどうだ？体、悪化してねえだろうな。指名手配犯に心配されたくないか。警察や人目を避けながらイーターの調査をしてたんだけどよ、逃亡生活ってのは意外としんどいもんだな。ま、泣き言は後だ。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。襲われる前に助けてやろうと思ってさ。俺といると指名手配犯の仲間だと思われちまうぜ。ここは俺に任せて、お宅はとっとと失せろって言いてえとこだけど、お宅が素直に聞くわけやねえよな。似てるぜ、あいつの真似だろ。お宅が来てくれたのは心強い。久しぶりに共同戦線と行くか。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。
後悔するぜ。間に合わなかったってのか。くそ、俺にもっと力があれば。ち、厄介だな。
なあ、オタクはどう思う？こいつらに意志ってもんはねえのかな。バカみてえにただひたすら食いてえだけなのか。こいつらの目的は一体何なんだ。それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ。いつも都合よく現れやがって。この山上を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか。やはり興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探究心に敬意を表して、今までの研究成果を教えて差し上げましょう。ところで、アルタ君、あなたはなぜ食事をするんです？目的は何ですか？なんだよ君、食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り、食べるのは生きるためなんです。ではなぜ人は生きるのか。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。もっともっと原始的に考えていただきたい。生物が生きるのは種を保存するため。そのために生物は環境に適応し、その遺伝子を書き換えてきた。すなわち進化です。進化？その通り。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し、自由に書き換える能力を有しています。これがあなた方もご存知のバグ化と呼ばれる現象ですが、これはとある能力の反作用の一つでしかなかった。イーターの真の能力はバグ化にあらず。彼らの真の能力は
それら吸収したデータを自らの中に再構成する力を有していることなのです。対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら進化し続けているのです。イーターも進化するために食べてるっつうのか。そうです、イーターにとって生きることとは進化すること、進化し続けることのように生き続けることができるのです。なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか。これぞ生命の究極の姿と言っても過言ではない。イーターにとってはあらゆる存在が進化の契機なのです。それがたとえ現実とデジタルを隔てる壁であろうとも、彼らにとっては単なる餌でしかない。人間が幾星層を経てようやくたどり着く境地を、イーターは個々の捕食機能で瞬時に成し得てしまえるのです。進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか。お前と岸辺は一体何をするつもりなんだ。確かに私は岸辺さんに協力していました。当面の目的は一致していましたからね。ですが、私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは次元の壁の崩壊まで。あ、岸辺さんは次元の扉を開くと表現していましたが、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが、抽象的に過ぎるかと。ああ、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたには別の目的があるってのか。イーターに次元の壁を侵食させることで、我々の世界と隣接するデジタルワールドの境界は消失するんです。結果、現実世界はデジタルワールドの影響を受け、常時デジタルシフトし続けば、リアルとデジタルの完全なる融合。それが実現することで何ができると思いますか。何ができるなんてものじゃありません。ありとあらゆることが可能になるんですよ。現実世界を自由自在に改変することも可能です。電脳世界のプログラムを書き換えるように、自分が求める完璧なものが得られるまで何度でも何度でも。そいつがあんたの目的か。それってひょっとして人間そのものの進化だったりもするのか。そうですね、新たな力の獲得は進化と呼べるでしょう。新たな力の獲得？成し得たいことがあるのならば、たどり着きたい彼岸があるのならば、力あるものを喰らい自身を書き換えなさい。それは進化のためには必然の儀式なのです。何もせずに現状を嘆くのはただの怠慢ですよ。さあアルタ君、君はどうします？どうしたいんです？どうなりたいんです？俺は、いや、ところでアルタ君、なんだよまだ何か。気をつけた方がいいですよ。うしろ。進化できないものはいずれ淘汰される。
迷いは禁物です。やあやあ、新田君、戻ってこられてよかったですね。ようやく進化の岐路に立てたというのに、消えてしまっては元も子もないですからね。ご気分はいかがですか？これはこれは、なんで結局俺は何も変わってない。誰一人守れないガキのままか。ああ、新田君、今君は悲しいのですね。でももう大丈夫です。もうすぐ悲しいことは何もなくなります。悲しみがなくなる。さあ、新田君、私と行きましょう。共にこの不完全な世界を新たなるステージへと押し上げるために。そうすれば君の望みも叶うはずです。心配してくれてんだろ。わかるぜ。なんたって長い付き合いだったんだからな、オタクとは。けどでかい宿題が残ってたことを思い出しちまった。それを片付けるためには力が必要なんだ。さすが新田君、変化を恐れない君の崇高な精神は尊敬に値します。君こそ新たな進化を遂げる新人類にふさわしい。君が望めば力など好きなだけ得られるでしょう。それは本当に君の望むものなのか、真田新た。京子さん、どうしてここに。何ですか、あなたは。邪魔をしないでいただきたい。彼はすでに歩むべき道を決めたのですよ。どうです、新田君、これが力です。プログラムを書き換え、世界の法則をリアルタイムで回転することができる。まだまだ微力ではありますが。すまねえ、悪いけど俺行くわ。それで後悔はしないのか。後悔ならもうずっとしてたんだ。やめておけ。彼の決意は固い。今は何を言っても無駄だ。君が今すべきことは何だ。私の助手なら答えてみたまえ。
く意味がわからんが。君らしい答えではある。その答えがいかなる結末を導くか、確かめるとしよう。今は深追いしても仕方がなさそうだ。一度事務所に帰るとしよう。極上のコーヒーが我々を待っている。とはいえ、悠長に味わっている時間はないだろうがね。なるほど、そんなことがあったのか。いろいろと大変だったようだな。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探っていたんだが、思いのほか手こずってしまってね。しかし苦労の甲斐あって、彼らのおおよその位置はつかむことができたよ。今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。お台場、渋谷、上野、そしてエデンだ。その中で最も明確な反応を示しているのはお台場。ここにはエグザモンがいる。エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され、活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み、動きを監視している。しばらくは彼らに任せておいた方が良さそうだ。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクーム、エデン内からはスレイプモンの反応を検出できた。今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。残りの連中はおそらく意図的に反応を消しているのだろう。さて、次にやるべきことは分かっているな。我々がやるべきことは、ロイヤルナイツの勢力を少しでも分断すること。可能ならば仲間に引き入れ、そして。どうしたんだ？いまいち顔に締まりがないようだが、大丈夫か？それならいいが、ふぬけていては仕事にならないぞ。よし、出発の前にカフェインを摂取していきたまえ。私も久しぶりに腕を振るおう。久々の一杯だ。ゆっくり味わうといい。しばらく会わない間に味覚は成長したようだ。このコーヒーの味がわかるならば一人前だな。さあ、仕事の時間だ。ロイヤルナイツの勢力を可能な限り我々の味方につけてこい。大丈夫かあんた。なんだこの異臭は。やはりこのやり取りがないと始まらないな。